流れを変えたり点を取りに行くところで入ってくると思います、はい、今キックオフとなりました第27回関東女子サッカーリーグ2部後期6節南葛 SC ウィングス対前橋育英高校女子サッカー部の試合をお届けしていきます。小西から右サイドつながった、抜けた石倉、石倉のクロス、まだある、打て、右足、最後は長森ですね、長森のシュート、いいとこ入ってきましたけどね、はい、相手も八津波がもう一度クロスを送る、左足、最後は瞳のシュートでした。ここにボールをカット、ただちょっとやらなかったです。右サイドボールがつながる、ここが加藤です、27番加藤、トップスコアラー、左足、右足のシュート、すごいですね、超名門校になりますから ね、女子サッカーでは、お、来た来た、右足、ここが外れる、最後八津波ですか、そう、加藤が前を送る、小西へのボール、結構こういうボール面白いと思います、ね、はい、お、流れたボールが、一つ前のあの何でもないボールもなんとなくこう嫌がってる風だった、スルーパスが出る、まずい、さあ加藤1対1になる、左足のシュート、うー、入ってしまった、頑張りが抜け出す、前を送る、小西、ワントラップから、ここは対応されます、ただボールをキープ、よし、左足、長森、シュート打ってよ、シュート打ってよ、左足持ち替えて、北久保のクロス、中入る、よっしゃ、いやー、惜しい、これ佐藤、佐藤から左足、いいシュート、面白い、もらい受けに行ってるんですけど、はい、お、ボロボロ、長森、左足、惜しい、ちょっと嫌な形ですね、これ、さあ、中突破される、スルーパス、出る、ナイスキーパー。前にやったリーグ戦の時もボール拾ってましたから、はい、負けてる時も早く1秒でも早くボールを拾おうと。さあ、南葛2ボールのキックで始まりました。が左足手を上げて中へ送るボール、方向へ入った入った入ったゴール、そのまま吸い込まれました、石倉のゴールで同点に追いついたウィングス。石倉今シーズン2ゴール目、流れ細かくつないで、北久保のクロス、ヤクザミが出た、右足、受けに受けようとする選手に対して強く来ますから、石倉、中から送られた、シュート、オフサイド、まあ、でも、いい狙いでしたね、はい、さあボールを奪った菅野、左足がある、ドリブル、中へ送る、長森、石倉、打ち切れ、シュート、今度は誰かがヘディングで決めてほしいです、はい、さあ石倉もう一度、面白いボール、もう一回、もう一回、おー、でも違うか、ここで、滝沢に代わって長森が今、多分下がりました、入りました、はいはい、そうですね、前半も何度か流れるし、はい、あ、これ中貝、右足、いいシュート、よし、これがあるんですよね、パワー、さあここは石倉ですかね、はい、もう一度面白いボール来た、スルーよーっしゃ、入ったまたも石倉ですか、直接誰もいいですね直接ですね、いや素晴らしい、ここでプレーがあります、触ってないですかね、誰もちょ、また直接ゴールありましたね、すごいな、あれができるとこうやって押し上がるんですよね、田中があそこでボール触ってると、お、来た来た、いいボール、シュート、加藤、やばいやばい、シュート、加藤のナイスキーパー、藤沢のキャッチ、マーク、キャッチ、前、いいボールが出た、オフサイドありません、中貝、ゴールキーパーと1対1、よっしゃー、大山さん落として前をクルースルーパスが出る、さあ今度こそ決め切れ、決め切れ、さあシュート決められるか、一旦切り返して右足、お茶の右足、このドリブルが効きます、うん、右、広瀬、どこ狙うかな、広瀬から中、クロス入る、シュート惜しい、一人一人一人って大沢から、怖いな、手を送る、怖いやめて、ドリブルから右足、入ってしまった、
アディショナルタイム2分、やはり気をつけなければいけない加藤でした。手の元が前へ蹴って もう一本前に前に、ここは抑えましょうというところですが、ここで試合終了の笛が鳴りました。関東女子サッカーリーグ後期6節南葛 SC ウィングス対前橋育英高校女子サッカー部の試合、2対2の引き分けドローという結果になりました。